い、どうも皆さんこんにちは。アイミー評論家の鈴木です。同じくアイミー評論家の伊藤です。同じくアイミー評論家のアイミーです。チームバイです。はい、ということでね、今日は、アイミーさんの4月7日発売、リスターティング、こちらの、ね、MV をね、ちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、なんかね、何やらキングレコード一発目のシングルということで、もうタイトルからしてもリスターティングですからね。アーティスト活動を、再開されるということで、時期も春ということで。ああ、なるほど、それともかけて舞台出るっていうことですね。いろんな意味が込められてると思いますね、タイトル自体にもね。そうですね。今日は、そちらの MV の方をですね、3人で見ていってちょっと話していこうかなと思っております。まずはね、お通しで見ていこうかなと思います。チームワイ、では見ていきましょう。はい、リスターティング、いい笑顔ですね。ギター弾いてるね。いやー、ちょっとね、もう気になるポイントでもいくつかあるんで、ちょっと次は止めながら見ていこうかなと思います。そうですね、はい、チーム Y。 リスターティングね、明るいタイトルで、まあね、どういうタイトルにしようかというふうにね、結構ね、悩まれたらしいですけれど、あいみんが決めたんじゃないんですね。そう、私が決め、あいみんさんが決めたらしいんですけれども、まあ評論家の私はすごい仲いいので、あいみんさんが決められたらしい。いや、悩みますよ。まあそうですね、このびっくりマーク2つとかにも意味が、そうですね、デザイン的にもね、やっぱ収まりがいいっていうのもありますけれども、スタートみたいな意味もありまして、びっくり2つとかね。いいですね。そういうことなの ね、そうなんですよね。イングという勢いをつけて、なるほどなるほど、もう後ろのバンドメンバーさんもニコニコで見守ってくださってますね。すごくね、優しい方々ばっかりだったと伺っておりますね。やっぱこの衣装ね、かわいい、あゆみさんらしい衣装ですね。そうですね、彼女ね、結構お洋服にこだわりがあられるのでね、スタイリストさんとかプロデューサーさんに、こういう感じのがいいですというふうに、ざっくりとしたイメージみたいなのをこう送ってですね、なるほど、スタイリストさん持ってきてくれた中から選んだところで、スカートなんですけど、これ黒のスカートと、この赤青チェックの実はシャツなんですよ。シャツを腰巻きしてて、もともとシャツとスカートバラバラで一つのものに見せてるみたいな感じなんですね。そうなんですね、かわいい、かわいいですね。ちょっと見てみて。もうちょっと見ときます。ちょっと気になったところなんで。ギター弾いてますね。いや、この世界観不思議だよね。なんか背景はさ、こういうポップな感じだけど、レンガ作りの、もともとスタジオがそういう作りになってるんですよ。倉庫みたいなスタジオで、そこにこうカラフルな板みたいなのをいっぱい置いて、板なんやこれ、まして、そうなんですよね。板だったかどうかちょっとあれなんですけど、カラフルなボードみたいなのがね、ありまして、バンドのライブみたいな感じでね、生感といいますか、そういった世界観ですね。なるほど。おお、バンドじゃないバージョン。いいね。楽しそうですね。そうでしたね。ちょっと止めてください。ね、バンドさんのね、
皆さん着てる衣装っていうのもですね、あゆみがオーダーさせていただいたことがあって、そうなんですよ、こういう衣装がいいんじゃないかと提案させていただいて、で当日持ってきてくれたものの中からこのメンバーさんにはこれが合うんじゃないかみたいなのを一個一個選んで、一個一個やったの？そうですね、もうまるっとプロデュース。本当だ、いろんな色の衣装持ってきていただいてたんですけど、結果みんなこのベージュのアスカラっぽいので統一した方がいいんじゃないかということになりまして、でみんなちょっとそういう色味で統一させていただいたら、結果セットにもすごいね馴染んでね、いい感じになったと伺っております。なるほど、おしゃれ、おしゃれな、おしゃれ、おしゃれ。続き見ていきましょう。ここの歌詞がですね、レッツプレイ鳴らせって言ってまして、このご時世柄、ライブで声出せないじゃないですか。だからみんなで手拍子してほしいなと思いまして、そこまで見据えられて、クラップと歌詞もそこに合わせて鳴らせというふうに、ね、なってまして、すごいですね。 でその後に来る歌詞が、ね、今を生きる証明だっていうのがあるんですけども、みんなでこうクラップして鳴らすことによって、みんな今を生きてるんだよっていうメッセージをこの歌詞に込めさせていただきまして、とてもライブ映えするんじゃないかなっていうふうにあゆみが言ってました。すごい、すごいですね。そこまで考え、いや今回ね、作詞もね、あゆみさん本人がされてるんですもんね。結構時間かかったんですかね。今回のそのリスターティングに入る3曲全部作詞したんですけど、大体ワンコーラス3時間ぐらいで、一晩でフルコーラスぐらいですね。もちろん修正とかあるんですけれども、第1稿を書く時間はそんぐらいですかねって言ってました。はい、ねえ、素敵な歌詞で、 いいサビですよ、楽しくなる、ね、はい、ここちょっといいと、ちょっと気になってたんですけど、なんかアイミーって聞こえるような気が、聞こえました。ゆきさんは優秀な評論家ね。やっぱりここね、なんて言ってるかって言いますと、Going my way、I mean it って言ってるんです。これがですね、自分の道を進むと、本気で絶対にみたいな感じの意味なんですけれども、I mean it っていう英語がですね、ローマ字の I と mean と it、で I mean it なんですけど、その I の最初にあえてこう A をつけて、そうなの？この歌詞に関してはそれで I mean it って読む。それでそこで公式 YouTube の歌詞、コメント欄の歌詞見てほしいんですけど、大文字になってるとこを抜き出すと I mean って読めるっていうね。I mean って読めるし、I mean にも聞こえるよっていう。すごい、 I mean って I mean なんですね。そうなんです。なのでライブでね、声出せるようになったらみんなで I mean ってこう叫んでほしいなっていう。ああ、そうだね。そういう仕掛けが入ってるって。やりたいな。楽しい言葉遊びですね。見て入りましたね。そういうのネタをね入れてくるんですよね。さすがうまいんだよな。2番ですね。2番でいきますね。そうなんだよね。2番から衣装も変わって髪型ももちろん変わってるけど、吉野が変わりました。あ、スヒが変わってるっていうのも、これは意味がある。これはね、監督さんのお遊びですね。こうあえて比率やったブラウン管の時代あるやん、あれっぽい感じのおしゃれな感じに、レトロな、それはもうね、監督さんのナイスアイディアと思います。いいですね。ここからそうですね、マイクスタンドから離れて動き回るあいみが見れますけど、アドリブで動くんが苦手言ってましたんで、結構ふわふわしてる動きとかも今後出てくるんですけど、逆にそれがあいみらしさみたいな、ふわふわしてたなってところちょっと後で教えてもらって、はい、ね、嬉しいですよね、こうお客さんの気持ちになれるね、お客さんの目線って感じだね。あー、さっきこれですね、今の。なるほど、これさっきのところがふわふわしてたんですよ。見てみますね。楽しい、でもなんか楽しい、怖いことよ。そうなんですよね、全然そうなんですよね。怖い、そうなんですよね、こんなこう
カーペットみたいに敷いてたんですね、上から見ると。そうなんですよ、ね、それぞれにカーペットがありまして、うん、かわいいですね。ブルーなんですね、やっぱね。なんかね、チンマイのおかげか、なんかブルーが多めですね、衣装ね。衣装もね、確かに、まあ、偶然ですね、これは。完全偶然。似合うものを着たらブルーだったっていうあれだったそうなんですけども、ね、これどういう気持ちの脚立？これは用意してあって脚立が、うん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 、そこに乗ってくださいと言われたみたいな。なるほどなるほど。また遊び心ってやつですか、ね。そうですね、監督さんの遊び心ですね。ただの脚立がちょっとおしゃれに、ね、おしゃれアイテムに早変わりですよね。見ていきますね。うん、あ、なんで笑われたんですか、今。あいみらしさがすごい今出てるな、たまに感じてましたよ。あいみさんらしさがあるなって、フリーの動きの時にすごいあいみさんらしさがあるなって、こう、いいなって思っておりました。どこだろう。ここですか。そうですね、そうなんですよ。まあね、ワイの動画とか見る人はわかると思うんですけれども、うん、まあそういうことなんですよね。かわいい、かわいい、ひょっこりしてます。ここいいですか、うん、はい、これはですね、まあ、ひょっこりしてたりとか、はいはい、してたと思うんですけれども、ここはね、自由に動いてくださいっていう風に言われてて、特にルートとかも決めずに動き回ってるところです。カメラさんが追っかけて、でも基本ね、フリー演技なんですけどね、ちょっと運動スタイルで、うん、そうですね。いいですね、多幸感が、うん、それだ、多幸感ある、おお、嬉しい、服もすごく爽やかで、うん、うん、色もポップで明るいからすごい春って感じする、うんうん、おかえり、おかえり、ここですよね、もうギターテクをガッて見せる。これギターは、これは白なんですね。あ、そう、ギターは白の、うん、ギブソンのレスポールスペシャルっていうギターなんですけれども、私物で持ってるレスポールスペシャルがめちゃめちゃ弾きやすいから、うんうん、それと似たやつがいいなと思ってたら、ちょっと白で可愛いのがあるってことね。白可愛い、白やったら、まあ、どんな衣装にも合うかなと思いまして、確かにこちらはね、ギブソンさんが貸していただいております。そうなんですね、はい、そうなんでございます。いいですね、可愛い、ね、衣装にも映えますね。ストリングスがそうなの、そうなのね、ストリングスもね、レコーディングしてくれて、おー、生音、生音なんですけど、すごい、あー、いや、これ私アイミンライブで歌ってたら泣いてしまうから、結構エモソングですよね、グッとくるソングですよね。ありがとうございます。あ、いいね、躍動感だ。笑顔、はい、ね、最高、ちょっと恥ずかしい、うん、まあ、彼女の、ね、魅力ですよね、やっぱ笑顔、ナンバーワンかもしれない、ここ、ここ好きですね、あ、ここはやっぱ楽曲的にすごく好きなところですね。
グッときます、ね、ああ、このラスサビのアレンジでちょっと変わるところがね、バッと止まったところめちゃめちゃ映えてるここすごいね、いいやほんまやすごくいい、うん、なんかあの感想でね、あいみさん腕出し NG やったのに解禁したんかみたいな、おで腕出し NG っていうか、うん、過度な露出はしないようにしてるんですけれども、うんうんうん、ここ実は OK なんですよ。どこがダメなんですか。ここここはダメだから。じゃあこの今これがもう限界だから。もうちょっと上がってたらダメだし。ダメダメ。もうあ、でも半袖 OK ってことですか。半袖。でもゴムやったら嬉しいけどみたいな。じゃあ結構これはあいみさん的には。これベストですね。ベストなんです、ね。この形って細見えせえへん。あ、この形の服着たことない。でもすごく似合ってます。ありがとうございます。似合ってる。うんうん。うん、いいね、髪伸びましたね、シンプルにね、うん、伸びましたね、すごくこのなんだろうこの気持ちと思ったら、ちょっとドキッとしちゃうようなこの気持ちは、うん、女性らしいですよね、髪が伸びるとね、そうですね、うん、声優三姉妹チームワイということで見てきましたけど、いや、いい MV だね、リスターティング、リスターティング、すごい良かった、あいみさんらしさがすごい溢れてて、ハッピーが詰まりながらもちょっともうグッとくる感じもね、ね、やっぱ作詞もすごい、ね、いや歌詞めちゃくちゃいい、やっぱさすがだなと思いました。作詞もできてギターも弾けて歌も歌えるっていう、あいみの良さみたいなますよ。4月7日発売、発売、このリスターティング以外にも曲が入っておりまして、はい、メイデイってやつと、うん、ラブレターが入っております。ラブレター、ラブレターはもう珠玉のラブソングとなって、あいみ先生の書くソング、まあでもね、全てね、あの詞を書かせていただいているわけなんですけどね、あいみさんがね、うん、あのまあ、そういうのを、ね、許してくださるっていう環境っていうのは、ね、とっても素晴らしいなと思いますね。今回もね、あの MV ね使って今回もね、うん、あの MV もどうぞ流してくださいという許諾もいただいておりますのでね、本当にね、本当にありがたいことですよね。改めて、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう、本当にみんな4月7日発売だよ。4月7日発売、ぜひチェックしてください。あ、よかったらあの概要欄とかにもね、あゆみの公式 YouTube チャンネル載せてるんで、そうだよね、 MV をよかったら何度も見てください。見ますし、聞きますし、買いますし、春、あゆみのまた新たなスタートを切るっていうことですね春、あゆみ、始めましたありがとう